はい、皆さんこんばんは。ちょっとですね、3分遅れで行っております。ちょっと不具合がございましてですね、3分遅れで、これから本番に行きたいと思います。よろしくお願いします。さあ、7月3日月曜日、349回しゃべくりマッシュラの時間がやってまいりました。今日のゲストをですね、ご紹介いたしますけれども、マッシュラ町東洋にあります社会福祉法人湖会、マッシュラ福祉寮の皆さんなんですが、児童指導員の、宮原剛さん、よろしくお願いしますね。それからですね、保育士の浦野めぐみさん、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとお聞きしますけど、湖会っていうのはですね、ちょっとご説明していただけます？私どもの施設ですけれども、はい、初代寮長が、はい、小学校の先生をやっておりまして、はい、校長先生をやっておりまして、はい、で戦後間もなく子どもたちが町に溢れた際に、はい、寮長をはじめ、はい、同級会の方たちが、うん、立ち上げて、はい、おりまして、そこで、湖同級会というのが、うん、ありまして、うん、でその名残で湖会という名前が残っております。残ってるってことなんですね。はい、はい、わかりました。まあ、今日はですね、まあ、第1回真っ白かかしコンクールの開催、まあ、責任者の方という形でね、実行委員とかお二人に来ていただいてるんですけども、ですね、まあ、お二人、この宮原さん、はい、副主任に勤めてこれで何年なんですか？私は8年目になります。はい。浦野さん21年。はい、もう相当古株ですね。そんなのでこのあれですね、湖会っていうのがあった形になります、ね。はい、あとはこれ就職、まあ、お二人してますけど、浦野さんの場合ね、まあ、20年以上やってらっしゃる、その時と、まあ、自分が就職した時と今の現状とどんな違いがありますか？そうですね、うん、まずは松代福祉寮が平成27年に、うん、商社制という形に、はい、移転新築いたしました、はい、で私が勤めた頃は、うん、退社制というもので、本当に作りも小学校のような大きな建物に、はい、子どもたちが本当に廊下続きのお部屋があって、うん、そこに、うん、3、4人、はい、お布団を引いて寝てたという状況だったんですけども、はい、で食事も食堂で今で食べたり、お風呂も大きいお風呂に入ったりというところだったんですが、今現在は、はい、いろいろ国の施策で、はい、一人一人の子どもさんに手厚くケアをしていこうということで、うん、福祉寮もちょっと構想を練っていまして、うん、27年に商社制に移行したというところで、うん、子どもたち自身は大きくは変わってないと思うんですけれども、こちらが私の印象としては、はい、昔私がこちらにお世話になった当時は、うん、本当に荒れてた子どもたちが多くて、どちらかというと気持ちを外に出すものに当たるとか、うん、そういう形の子どもさんが多かったんですが、今は気持ちを内に秘めて、でそれが我慢し続けて爆発してしまうという子どもさんが増えたかなと思っています、はい。まあ、今の新しくなってからっていうのは多少そういった面は改良っておかしいかな、違ってきてはいるってこと、やっぱりまだそんなに変わらないです。でも本当に子どもたちは商社制になって、うん、本当に人数も8人のお家になったんですけども、で職員も固定で今4名ついていたりするんですが、本当に困ったことあればすぐ対処できたり、まあ、甘えることももちろんできますし、あと一番はいずれは自立をしていかなければいけないので、うん、その中で、はい、じゃあ、あれですね、これ、ですね、
形で、まあ、場所もですねちょっと説明していただければありがたいんですけど、宮村さんどうですかね、まあ、この地図、まあ、地図ちょっと簡単に地図ですけど、まあ、一応町歩センターはここですよね、はい、これからずっと行っていただいて、東条小学校が、はい、ここにありますね、はい、でそこを、こちらから左折していただいて、はい、昭和寮さんの、はい、こう脇というか、はい、本当に長いになるってますね、はい、はい、なりました。じゃあですね、今度はこの服、この課題か、かかしの関係ですね、これちょっとお話ししていただくんだけども、これが第1回っていうんですけど、今までもやってはいたんですよ。はい、うん、どんなあれでしたんですか。今までは福祉医療としてのイベントとして行っていたんですけれども、うんうん、はい、今年、去年で10回を迎えて、うん、今年で、また第1回っていうふうになっているんですけど、うん、今年は、松代町かかしコンクールということで、福祉医療のイベントとしてではなくて、はい、松代の地域の皆さんにも協力していっていただいて、うん、開催するコンクールということで、うん、第1回ということで、うん、やらせていただいています。なるほどね、はい、これはあれですかね、なんて言ったらいいかな、コンクールなんかはお二人は初めてじゃないですよね。コンクール自体は、はい、初めてなんですね、はい、今まで何回やってました。虫の方はその初回から10回目、そういうことでね、はい、なるほどですね。これいろいろとね、今度はかかしを作ろうで、コミュニケーションみたいな形があるんですけども、こういうあれ名前になったってどういうやつなんですか。一応委員会の方として、うん、かかしコンクールやるには、うん、じゃあどういうテーマっていうか、まあ、テーマがあった方がいいんじゃないかということで、はいはい、委員会の中でいろいろ練りまして、うん、で一応、その松代町を盛り上げようということで、はい、やっていきたいと。で、まあ、かかし作り通してその町の人たちとその触れ合いながらとか、うん、コミュニケーションを取りながらやっていくのがいいんじゃないかということで、うん、かかしコミュニケーションということで出展を作っていただきました、はい。要はこれも、町市もそうだけど、町もそうだけど、福祉業全体も、一つにまとめてっていう形なんかね、お互いにこういう協力し合うみたいな形で考えていけばいいんですか、はい、うん、やってみてどうでした。これ今募集かけたりとかいろいろと回ってね、俺で参加お願いしたりとかってあったんですけど、どうです、井ノ原さんやっていただくとどうですか、ね、今年昨年まで引き続いて、協賛とかいただいてた団体さんもあったりとか、うん、本当に10回っていう歴史がある中で、取り組んでいたので、地域の方にも、かかしコンクールっていうところが、少しこう、なんていうんですかね、ご理解いただけているのかなっていうところもあって、本当に今年は数多く集まって、はい、感謝しております。こういう形で、今回は、ですね、投票をしようというんですけども、一応景品も賞もなんかあるというんで、これ見ると大賞旅行券、ね、2位が家電製品、3位がクオカード、特別賞なんていうのはありますけども、ね、結構みんなこれ楽しみかもしれません、はい、これ投票するにはどういうふうに東京の、そのかかしコンクールを行っている会場の方にですね、うん、投票箱がありますので、そちらの方に投票用紙と、はい、あと、ペンですとかありますので、はいはい、その場に行っていただいて、対象と2位と3位、これね、はい、真っ白層の通りですよね、はい、のところで、実際に見ていただいて、自分の、気に入ったところに番、気に入ったものに番号をつけてもらって、はい、それを投票用紙の、投票箱の中に入れていただければ、はい、投票完了というところになります。はい、これもちょっと写真撮らせていただいて、ね、借りてきましたけども、これはどういうあれですか。ちょっと作ってみてください。村田さんどうですか。ちょうどこれは6月30日、はい、かかしコンクールの前日なんですが、うん、職員の方でかかしを運ぶ作業をしているところです、はい
これだけの募集があったと思います。まあ、みんな、皆さん軽トラックに運んだみたいな感じですね。結構大きなのもあるじゃないですかね。これは現場ですね。はい、結構いいとこ、場所的にはいい場所ですよね。毎回、昨年もずっと10回も同じ場所なんですね。うん、まあ、こういった形のこの部分なんかね、今見てて一通りずっと行って、今年は 何体なんですか？全部で31体を出品していただきました。うんうん、なるほどね。昨年は何体だったんですかね？昨年は24体。24体。はい。あ、それをちょっと見ていただいて、あ、昨年の優勝、はい、こちらですね。うん、これは何のあれですか、入賞。昨年は大賞、あ、そうです、第10回の記念大賞ということで、うん、はい、うん、これ今回の期間っていうのはいつからいつまでになるんですか？7月1日から、はい、23日までが一応この展示期間という、はい、カラシコンクールの期間になりますので、投票も、23日のところで、うん、締め切ってしまうので、うん、23日までいただきたいと思います。あれですかね、福士郎さんの中でも参加するって当然ですよね。何チームぐらいなんですか？今回は10チーム出品しています。中でもね、はい、うん、これは年齢的には何歳から何歳ぐらいの方って子供たちは2歳から18歳までの子供たちがいて、当然参加するって言ったら、その、何ですかね、今と思った各、家ごとっていうかな、はい、まあ、そういう形なんです。それはまあみんなで来ているっていうのは、職員さんも含めて、はい、今これで参加するその職員の方って何ぐらいいらっしゃるの？全員で何人いらっしゃる？約40人ぐらい、はい、うん、すごいですね。あれですかね、その投票の場所に行って、まあ、投票しなきゃいけないんですけど、1回でも何回でもいいんですか？じゃあ私が毎日行ってこうやって投票しても OK って感じがね。そうそうそう、まあ来年の反省点かな、それは。ね、これでも結局なんだっけ、ね、これでもって決めて表彰とかって決めるじゃないですか。これいつ締め切って、いつどこでどういうような形でやるのか説明をお願いできる？7月の23日に、うん、投票については、先ほども申しましたけれども、うん、23日のところで締め切りになりますので、はいはい、その賞の表彰式というのは、はい、7月の31日に松代福士郎の方で行いたいと思っておりますので、はいはい、その際に大賞からまた発表あると思います。はい、まあ、これ皆さんあれなんですけども、この旅行券って言いますよね。近くも旅行だし遠くも旅行だし、それはどう、やっぱりお楽しみ家電製品ってのはどの国になるんだ、これもお楽しみがね。クオカードはまあ大体わかるけどね、まあ、あとそのあと特別賞なんていうのもなんかちょっとね、松代にちなんだ商品って何でもありだね。これもやっぱりあれだね、内緒でみたいな形になります。はい、わかりました。あとですね、まあ、お二人に聞きたいんですけども、どうですかね、宮原さん、これから、まあ、今福士郎がお勤めなんですけども、これからですね、まあ、カパシコンクールもそうですし、自分としてその福士郎の位置みたいな、どういう形でやっていけばいいかなみたいな、ちょっと抱負みたいなちょっとお話ししていただければいい。そうですね、まあ、高志コンクールの方でもテーマとして高志コミュニケーションということでやらせていただいているので、うん、まあ、高志コンクールだけではなくて、うん、また別の機会でも、うん、まあ、全然
資料の方からとか、うん、あのそう 地域の方々から復旧、はい、の方にとかでもいいんですけれども、うん、あのもっとこう地域の方と、まあ、協力してとか、うん、あのまあ、いろいろなことができるようなイベントだったりとか、うん、あの交流できる場所みたいなところがあるといいのかなというふうに思います、うん、まあ、あの浦野さんは保育士さんという形なんですけど、どういうあれになりますかね、これから、ちらっと。そうですね、はい、本当にあの今回のかかしのコンクールに携わって、はい、あの改めて松代町というものを知ることができましたし、あと松代の方たちの本当に温かさに触れることができましたので、うん、そちらをあの私どもの職員にも伝え、はい、あと子どもたちもどんどん松代の町に出て、うん、いろんな方たちと、うん、あの交流ができたらと思っております。なるほどね。はい、わかりました。まあ、いろいろと、まあ、あの大変なことはあるだろうでしょうけども、まあ、これを機会に、ね、あの町の人たちと交流、地元の人との交流っていうのは、ね、やっていければいいですので、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。だから、はい、よかったね、お話。そう、ね、ありがとうね。いや、今回さ、うん、1回目だけど、本当は11回だね。そう、ね、私はね、交渉したんですよ。毎日言ってるんですよ。そうですよ。どうもね、まずいな。組織票じゃないですよ。私は思った方にね、それでね、一番思うのはね、うん、そのかかしの人じゃなくてね、うん、投票をした人にもね、商品くれればいいな。そしたら、ね、私らなら毎年商品もらえる、ね、あのね、それはね、やっぱりね、住所、氏名、年齢まで書いていかないとまずいね。今度はね、今年はね、投票するときね、うん、住所、氏名書いちゃう。書いちゃう、うん、そういう人はね、排除されちゃう。あ、そうはい、伊沢さん、さっき言ったところで話は分かるんだけど、商社制って言ったじゃないですか。あれね、商社制って私もね、あの何回かお伺いして、うん、あの存じ上げとるんですけどね、商社制って、ね、商社制ってね、小さいあの社っていうあの館かで、って書いて、でね、あの家庭的な雰囲気を言うんですよ。今までは学校の教室みたいなところで皆さんたくさんいたんだけども、あの家庭的な雰囲気、一軒のうちなんですよ、ね、一軒のうちの中でね、あの本当に家庭的な雰囲気の中で食事もそこで食べてね、でそれをね、消費させる、いい、すごくいいあの構えだなと感心してるんですよ。あ、そう、素晴らしいと思います。だから家庭的な、ね、あの雰囲気を味わえればいいですね。そう、そうのあるんだけどね。そうなんですよ、うん、はい、まあね、大変だと思います、職員、うん、の方もね。いや、職員の方も大変だと思います、うん、ます、はい、うん、ということで、はい、はい、ですね、白鳥神社とかね、海禅寺をね、拝観するっていうのはね、7月13日木曜日、はい、平日ですけど、ね、青巻公園集まっていただいて、ね、いいですね、9時から、はい、っていうのはね、やっぱ白鳥神社もね、祭殿なんかもね、すごいとこあるんです。ああ、そこはね、ぜひ見ていただきたいなと思って。あそこに変えたんですよ、鳥居まで。そう、綺麗にね。そう、だからね、これはね、ぜひね、見ていただきたいなということです。極殿の方も多分見せていただけると思いますんでね。はい、はい、続いてね。一番上はダメなんでしょ。一番上はね、多分ダメなんだけどね、途中まで。途中まで、うん、内緒で見させて。内緒でな、うん、もう素晴らしい。うん、あれは、グリさんしか入らない。そうそう、あ、それは無理かもしれない。あ、そうでしょ、そうそうそう、うん、はい、でね、あともう一つ、日本と韓国文化交流、うん、公演、うん、ね、寺町商会、うん、韓国の方とね、日本のコラボしてという形です、うん、まあ、あの入場料は2000円になりますけど、ね、こういうのもちょっと珍しいあるので、いいよ、寺町商会でやるので、ぜひね、参加していただければ、ね、ぜひな、そういうものに町役センターで売っておりますので、あ、そうです、はい、宮坂さんも一つ、はい、ご協力いただけると、お酒はね、ちょっと無理だね、うん、ゆっくり見ていただけないとね、うん、うん、そういうことでお願いしますね。安田さんは、あの、終わってから飲んでいただいて結構だので、はい、よろしくお願いしますね、はい、で、じゃあ、来週ですけどね、これですね、はい、はい、はい、来週はね、これちょっとまた面白い、はい、ね、小松姫と浴衣で楽しく、楽しく、おー、面白そう、またね、すごいですよ、祇園祭生中継やるじゃないですか、やる、ね、うん、ね、そこで乗って小松姫も映るかもしれません、いいね、安田さん、あのね、そう、
酒飲みながらやってくださいね。はい、しなきゃ。久々にね、天龍さん飾られてやってくださ いいですね、はい、で小松姫の真似さん、めぐさんね、はい、ちょっと出ていただいて、はい、それとあとね、リコルトマッスルクラブの着物センターってあるじゃないですか、うん、ありますね、はい、その方たちもちょっと出ていただけるかなという形です。はい、佐藤さん来るかな。そう、はい、それとあと女性の方でね、着物をちょっと着させていただくんですか。宮さんどうだろう、浴衣。俺は、浴衣はたまに着るよ。あ、そう、うん、これだって一応あるんだよ。あ、そう、うん、ぜひちょっと浴衣で、じゃあ来るか、浴衣で生放送っていいじゃん。そうだね、うん、ちょっとじゃあ頼みます、考えて、はい、浴衣今度着てくるか、うん、頼みますね。そうだ、じゃあそういうことで、はい、わかりました、うん、来週、はい、回りましたね、はい、やっていただきますので、よろしくお願いします。はい、はい、そんなことで、はい、それでは来週のしゃべくりますをどうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。それそれそれくり松代、また見てね。